和の研究、人の道それてしまったあるよ。人の体に秘められたすべての力を解放する研究ある。その研究、前の所長と口論になって、うわここクビになったあるよ。ここは国立科研だから、一応研究費は出ているあるが、うわは資金なくて大変あるね。ごめん、あたし本当に何も知らない。でもたった一つ、あの人自分の端末のパスワードにあたしの名前をつけたって言ったわ。リサ、
私だ。お電話が入っています。大使とお会いしたいと。今度の会談が終わるまでは誰とも会わん。そう伝えてくれ。あ、わかりました。それではそのように。いや、ちょっと待ってくれ。誰からだ？それが。よう、元気そうだな、戦国。ちょいとこいつを改造して特殊火器でもつけられるようにしよう。何しろ武器といえばこいつだけだ。で、どうした？操作の方は順調なのか？上のコンピューター端末なんだが、どうもプロテクト、防御処理が厳しくてデータが引き出せない。上の端末？なんだってそんなもの。パスワードは分かったのか？パスワード探しなんてごめんだからな。ああ、それは大丈夫だ。そうか。これならやっと俺の出番ってわけだ。プロテクトの解除ぐらい朝飯前って。しといてくれ、栄養士さんよ。私は正式名称サイバロイド VS9800 開発コードサーサスです。それ以外の名称はブリキ野郎以外登録されていません。わかったぜ、ブリキ野郎。鍵を持っていたら俺に渡せ。赤毛と青目を呼び出してくれ。あ、急いでだ。
あら、よく会うわね。こんなところに何の用で？ルド？どうしたの、そんなに慌てて。あなたらしく。え？何ですって？わかったわ。